我が子は日本の氏族。鎌倉時代から戦国時代にかけて、現在の岩手県北上市周辺にあたる、道の区国和賀郡を本拠地とした国人。我が子の出自及び警譜に関しては、数々の伝承記録が伝えられ、奥南落ち母州では演奏を源の頼朝とし、原生和賀系図によると、我が子の祖、正式部、大輔忠明が、研究2年に、 宮城県勝田郡より、さらき梅が沢に移り、後に、双子日税森に移ったとあるが、我が一族、鬼柳氏の、鬼柳文書では、祖は、小野聖中条氏の系統で、鎌倉御家人、中条義勝の次男、成末である。成末は、和田義盛の養子となって、菅武平聖に改正、交渉によって、陸奥勝田郡を与えられて、狩田三郎左衛門路上を名乗り、 その子、義行も当初は、狩田三郎衛門の城と名乗ったが、上級年間に、我が軍に下って、軍半分の地頭として、義行以降は、我が氏と称してその宗家となり、黒岩の岩崎を本拠とし、また、同じ頃、義行の弟義春も、宗家と重複しない、我が軍を与えられ、はじめさらぎの梅ヶ沢により、後に、双子城に移ったものと考えられている。 南北朝期において、略王三年には、有力な一族、鬼柳らと共に、北朝方に転じ、南朝方に属した同族の鈴間氏らを攻めており、我が氏も、南朝、北朝側に一族が分かれて戦ったが、王永八年に、関東官令から我が死もさ入道時期に、我が一族の総領権と我が軍一円の支配権を認める事例を得た。我が総領家の本拠は、 双子城に置かれ、天正年間まで地方大名としての体制を維持し続けた。影響7年、我が僧侶家と、鈴間子吉美、有力家臣、黒、沢尻氏との間で、一族内の確執が表面化すると、鈴間子、黒沢尻川が、冷え抜き氏の火星を得て、争いが近隣へ波及した。南部森行が子、吉政に3万近い大軍を率いらせて、 総領家側で参戦し、加西市や大崎市も南部市側として介入、翌影響8年まで続く和賀の対乱となった。この騒乱の結果、和賀市は上国や志田郡、栗原郡方面にあった飛び治療を手放すこととなり、鈴間御市は吉村の次々代、義和から生を同音維持の鈴間御と名乗り、黒、沢尻市に至っては実質、滅んでいる。 やがて戦国時代になると、冷え抜き氏の家臣として、我が義勝の名が見える。義勝のこの広忠は、冷え抜き明治の養子となり、輝き氏の死後に、冷え抜き家を継いでいる。天正十八年、我が氏が小田原の陣に参陣しなかったことにより、豊臣秀吉によって、所領没収、常置追放の処分がなされ、我が軍は、秀吉の蔵入地となる。 同天正十八年秋に旧双子城主、我が吉忠田田らが放棄した我が、冷え抜き一揆が発生したが、一揆勢は敗北し、吉忠田田は西我が方面に敗走した。翌天正十九年に我が、冷え抜き軍は南部市が領有するところとなった。慶長五年、我が市による二回目の給料争奪一揆が起こり、南部市の最上出陣中に、伊達市の支援を受けた。 我が忠鹿が拒兵し、花巻城を攻めたが失敗し、岩崎城に立てこもったが、翌慶長6年春に、岩崎城は陥落した。我が忠鹿は逃げ延びたが、一気の通報を受けた、徳川家康は、忠鹿の召喚を命じたが、護送の途中、仙台国部はまれらで自害した。なお、忠鹿には、吉弘と忠弘の西があり、吉弘は後に、 伊達政宗により120国を賜り、忠広は、岩崎城落城の折に、急進、岩渕大井の手引きで落ち延び、道の栗は異軍、すり沢村の小原家に養われて、小原と改正した。我が主経図、我が文言録による、家臣団の概要によれば、以下の階層があり、その治業層高68,011国である。ありがとうございます。